私からは特別許可はございません。国民本部です、はい。熊本市が非常災害に指定されることが閣議決定されたということで、大臣も先週の熊本の方に現地調査に行かれたということで、それを受けての所感と、今後はどのように復興に取り組んでいくか、改めてお考えをお聞かせください。復活と思いかの日に現地を見させていただきました。やはり農林水産業の被害というのは1000億を超えると言われておりまして、大変な現状だなと思いますが、ただ農林漁業に従事しておられる皆さんが再生産に向けて意欲を持っていただいているというのは力強く感じましたし、しっかりとそこはお支えをするということが大事なことだろうと思います。また知事ともお目にかかりまして、創造的復旧復興を果たしたいという知事のお気持ちもございますので、これは非常に大事なことだと思いますから、今回の復旧復興によってさらに熊本県の農林水産業が発展につながるような復旧復興の目標づけをさせていただくということであろうと思います。各社他にございますでしょうか。大臣すみません、事実します、はい。先日ワシントン条約の締約国会議に向けた議案が締め切られて、結局日本ウナギ、懸念されてたと思うんですけど、日本ウナギの提案というのが、回避された。これについての大臣所感をお願いします。安堵しているというのは正直な気持ちでありますが、今後とも資源管理に向けて、やはり日本と韓国と中国と台湾を含めた国地域でどういう管理をしていくかということをしっかりと今までの方針を進めていくということが大事なことだろう。